ジャヤーバルマン8世は、クメール王朝の第23代君主。その知性は52年間に及び、歴代クメール王の中でも、最長を記録している。先代のオーインドラバルマン2世の子ともされているが、実際の関係は、不明確な部分があると言われる。ただ、王族であったことは、間違いないと見られる。芝派のヒンドゥー教を厚く信奉しており、 既存の仏教勢力と対立したとみられる。即位した後、先々代の王者ヤーバルマン7世が、アンコールワット周辺に大量に混流したバンテアイ、クデイタプロム、プリヤカーンといった仏教寺院から仏像を大量に撤去、破壊させてハリハラを祀ったヒンドゥー寺院に改造し、ガルダやナーガといったヒンドゥー教の神々の像や浮き彫りを数多く造成した。 この事実は2001年になって大量の廃物が発見されたことから判明した。このことなどから、ジャヤーバルマン8世の知性は、従来の学説とは異なり衰退期ではなく、ジャヤーバルマン7世の寺院混流による財政難を克服したそれなりの繁栄期であったと考えられるようになった。1283年、ソゲタイハイカのスレーマニ率いる元軍が、 アンコールトムに信仰1285年と1292年に元に、長考し、和を結んだ。知性の晩年は、スコータ洋朝との交渉で国土が荒廃した。また、バンテアイサムレを拡張し、マンガラアルタを新たに混流している。1295年、長女シュリンドラブッペイシュバラチューダの夫であった、仏教徒のインドラバルマン賛成によって暗殺された。 没後の1296年に、元の収択官らが、インドラバルマン三世一家のクメールを訪問しており、収択官はその時の見聞を、新郎風土記として表した。ありがとうございます。